どうも皆さんこんにちは、着スです。本日はですね、ちょっと細かい話、まとめてね、紹介していきたいなと思います。それではまずですね、クイックペイのキャンペーンですね、ローソンで10万名にクイックペイ使っていただくと、 10万目に300円キャッシュバックっていうキャンペーンがやっております。こちらね、10月3日から10月の31日までやってるわけなんですけども、エントリー不要でね、利用することができて、ローソンでただ単に、ね、クイックペイ使うだけでこの300円がですね、10万目にもらえるっていうふうになりますんで、こちらね、結構いいキャンペーンではないのかな、なんていうふうに思います。で、期間中にですね、 100円以上利用していただければ、この10万名にね、300円キャッシュバックが受けられるっていう風になっておりまして、またね、キャンペーン対象店もね、ローソン全店っていう風になっておりますし、エントリーもね、必要なく、で、またね、 クイックペイ自体もですね、スマホでも OK ですし、物理カードでも OK ですんで、まあ、全種類のクイックペイがね、こちら対象っていう風になっておりますんで、ローソンに、えー、買い物される方はですね、えー、クイックペイね、平井さんがお勧すすめしてたっていうのはね、ぜひ覚えておいていただいて、えー、利用ね、してみていただければな、なんていう風に思います。それでは次にですね、こちらね、マクドナルドなんですけども、なんとですね、マクドナルドね、 このね、コード決済っていうのを2023年10月2日より D 払い、楽天ペイ、ペイペイ a u ペイ、対しいたしますということで、こちらね、Mac のプレスリリースで出ております。で、こちらがですね、まぁ今後ね、まあ D 払いとか楽天ペイとかペイペイとか使えるようになりまして、まあ朗報だなぁなんていうふうに思ってたんですけども、なんとですね、D ポイント、楽天ポイントのサービポイントカードサービスをですね、こちら、 えー、貯める使うの取り扱いは2024年1月14日をもちまして終了させていただきますということで、えー、残念ながらですね、こちらね、ポイントサービスね、今ね、楽天と d ポイントね、あのー、Mac で貯められたりね、使ったりね、できてたわけなんですけども、えー、来年のね、1月14日でね、終了してしまうっていうふうになりますんで、どっちかというとね、まあ、こっちはね、まあ、ありがたいんですけれども、まあ、こっちね、なくなってしまうっていうふうになりますんで、 こちらはね、覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。まあ、貯めることはね、今後できなくなりますけども、まあ、使うの部分に関しては、まあ、この D ポイントだったらね、D 払いで、まあ、ポイント払いしていただければ利用することができますし、まあ、楽天ポイントもですね、使うに関しては、この楽天ペイでね、ポイント払いすれば、普通に利用することができますんで、まあ、このね、貯めることが使え、できなくなるっていう風になりますんで、まあ、この点はね、覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。 それでは次にですね、こちらね、バンドルカードのキャンペーンで、今までね、友達紹介キャンペーンとかやってなかったんですけども、今回何万人とかね、達成して今、えー、このキャンペーン開始になりまして、友達紹介でね、200円もらえるっていう風になってるんですよね。で、これがですね、 条件を達成すると、双方に、ね、200円にカード残高がねチャージされるっていう風になっておりまして、このバンドルカードっていうのはですね、1000円からねチャージすることができるっていう風になっておりまして、またね、簡単に作ることもできるんですよね。ですので、 えー、作っていただいて1000円チャージしていただければ、まあ、1200円分使えるみたいな、まあ、そういった感じになりますんで、まあ、利用されたい方はですね、ぜひね、えー、概要欄にね、載せておきますんで、チェックね、していただければな、なんていうふうに思います。まあ、このね、バンドルカード、 持ってない方ね、結構いらっしゃると思うんですけども、まあ私はね、結構ね、チャージをね、いろんな経由でしますので、まあそれで試すっていう意味でね、このバンドルカードもね、あの物理カードは持ってないんですけども、アカウント自体はね、持っているっていう風になっておりますんで、まあ今後ね、もしかしたら使うタイミングが来るかもしれませんので、まあその時のね、あの、ためを思ってですね、今作っといておいても、まあいいのではないのかな、なんていう風に思いまして、今回ね、えー、紹介させていただきました。このね、条件っていうのはね、ただ単にチャージするだけで っていう風になっておりますのでまあ、1000円チャージしていただければね1200円もらえるっていう風になりますのでえぜひね気になる方は概要欄に載せておきますんでチェックしていただければなと思いますでこれねチャージしたらねいつそのお金がもらえるのかっていう話なんですけども紹介された方はですねチャージ上限達成後即チャードにね残高チャージされるということで1000円からチャージすることができますんでまあ、1000円チャージしていただければですねすぐもらえるのではないのかななんていう風に思いますんで 気になる方はぜひね、利用してみていただければなぁと思います。それでは次にですね、コードヤードマリオット銀座東部ホテルですね。こちらね、この度予約を開始いたしましたということで、このコードヤードマリオット銀座東部ホテルっていうのは、しばらくね、あの、リニューアルで閉まってたんですよね。 で、こちらはですね、リニューアルオープンということで、東武鉄道のね、プレスリリースなんですけどもえ、2023年の9月の7日にね、こちら出ておりまして、えコードヤードマリオット、東武銀座モデルリニューアルオープンということで、こちらね、9月の7日に出てるんですけども、やっとね、え予約はね、開始しましたということで、このね、客室めちゃくちゃ素敵ですよね。 はい。こういった感じでですね、リニューアルしたっていう風になりますんで、気になった方ね、結構いらっしゃると思うんですけども、ぜひね、利用されたい方は予約ね、入れてみるのもいいのではないのかな、なんていうふうに思います。で、客室はですね、12月の1日からリニューアルオープンっていう風になりまして、まあ予約自体はね、もう開始しているわけなんですけども、まあ宿泊できるのはね、12月1日からっていう風になりますんで、ぜひね、気になる方は利用ね、してみていただければな、なんていうふうに思います。 こちらプレスリリースもですね、概要欄に載せておきますので、気になる方はですね、見ていただければな、なんていうふうに思います。本当にね、結構ね、素敵な感じになっておりますんで、めちゃくちゃ良さそうですよね。それでは次にですね、PayPay ペイペイからのお知らせということで、こちらね、PayPay ペイペイのプレスリリースなわけなんですけれども、 こちらね、PayPay ペイペイのね、ゴールドカードって持ってる人ね、そんなに多くないと思うんですけども、一応ね、こちら、えー、プレスリリースが出ましたので、あの、解説だけね、させていただきたいなと思うんですけども、PayPay ペイペイのゴールドカードですね、家族カードがですね、なんとね、えー、提供開始ということで、しかもね、年会費無料で利用することができるんですよね。しかもね、その枚数が3枚までね、家族カード無料で発行することができるっていうふうになりますんで、PayPay、まあ、ペイペイゴールドカードっていうのはですね、 年会費1万1000円かかるわけなんですけども、家族カード3枚まで無料ってかなりね、珍しいのではないのかな、なんていうふうに思いますので、こちらね、ペイペイゴールドカードね、持っている方に関しては、この点ね、ぜひ覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。まあ、家族カードね、3枚 MAX で発行していただければ、まあ、カードラウンジね、あの、ルドカードなんで利用することができますので、まあ、本会員と含めて3人で、合計4人までね、クレジットカードラウンジね、利用することができたりもいたしますので、ぜひね、 持っている方はですね、このね、家族カードがね、3枚まで無料になりましたっていうのは、ぜひ覚えておいていただきたいな、なんていう風に。 思います。それでは次にですね、こちらね、JAL のふるさと納税なんですけども、先着1万名様に JAL マイル100マイルプレゼントキャンペーンがですね、こちら2023年の10月の6日から開始になっております。こちら先着1万名になっているわけなんですけども、100マイルがですね、新規でお客様会員登録およびふるさと納税のメルマガに登録した方に100マイルもらえるっていうふうになりますんで、特にね、あの納税とかする必要はなく、 登登録録とメルマガ登録だけで,ですねこちら100マイルもらえるっていう風になりますんでこちらね拾っといてね、えー、間違いないかななんていう風に思いますんでこちらね忘れずに利用していただければななんていう風に思います一応ね先着1万名っていう風になっておりますんでまあ多分この動画出てるまではね大丈夫だと思うんですけども一応ねこちら先着になっておりますんで、まあ、この動画でねあの撮ってる最中にね埋まってしまったらちょっと申し訳ない限りなんですが、えー、一応ねこういった形になっておりますんでぜひねチェックしていただければな と思いますそれでは次にですね、こちらね、10月1日より店舗ブルースカイが JAL プラザに名称を変更いたしますということで、まあ皆さんね、この空港にあるね、ブルースカイ知ってると思うんですけども、こちらがね、JAL プラザに名称を変更いたしますということで、私もね、最初知らなかったんですけども、このブルースカイっていうのはね、あの、JAL のお店なんですよね。はい。私もね、ずっと知らなかったんですけども、 このブルースカイっていろんなところにあるなって思っててまあよくよく知ったらねこれ JAL のねあの JAL ラックスかなんかが運営してるところなんですよねまあ今回ですねあの JAL プラザにね名前変えるっていうふうになったんですよねまあそういった感じになりまして今後はですねこの JAL プラザっていうふうに名称が変わるっていうふうになりますんでまあこれからねまあわかりやすくなるかななんていうふうに思いますよねまあ今までねまあ、私みたいにブルースカイってなんだろうなと思ってる方 方もね。ま中にはいらっしゃったと思うんですよね。で、またですね。 こちら、注目点なんですけども、現在実施中の JAL カード、JAL グローバルウォレットを含む提示による5%の割引、1000円以上の購入が対象のサービスは、2024年4月をもって終了いたしますということで、残念ながらですね、今ね、JAL カードとかね、JAL グローバルウォレットで5%割引ね、このブルースカイで受けられてたわけなんですけども、こちらがね、2024年4月、 にですね、終了してしまうっていう風になりますんで、ANA の方にもですね、割引制度ね、あると思うんですけども、まあ、こちらは今のところね、終了は発表されておりませんので、えー、まあ、今後はね、えー、と割引を受けたいならね、そっちかな、なんていう風に思うんですけども、まあ、こういった感じでね、発表されてしまいましたので、この点はね、覚えておいていただきたいな、なんていう風に思います。まあ、ちょっと開始がね、かなり先に2024年の4月なんで、まあ、来年の4月なんでね、ちょっと覚えてられないかもしれないんですけども、まあ、こういった形 になりますで、またね、ジャルプラザのお買い物ではジャルカード、ジャルスマートフォン、ジャルペイ、またはジャルグローバルウォレット決済していただくと、従来の積算率より高い率のマイル値で貯めることができる新しいマイル付与サービスを2024年4月より開始予定っていうふうになりますんで、まあ、こちらね、例が載ってるんですけども、2024年来年の4月以降はですね、200円で4マイル、ジャルカード、ショッピングマイルプレミアム加入してるとね、100円で4マイル、またね、 えー、a l p a y 使っていただければ通常で200円で6マイル、ショッピングマイルプレミアム加入している方は200円で8マイルね、貯まるっていう風になりますんで、まあこういった感じにね、変更が予定されているって言った形になります。それでは次にですね、こちらですね。 えー、残念なニュースにななるのかなはいスカンジナビア航空の、えー、プレスリリースなんですけども、えー、残念ながらですね、えー、このねスカンジナビア航空っていうのはスタイアナンスを脱退することを目的としていますということで残念ながらですねこちら2年以内に スカンジナビア航空っていうのはスタイアランスからね、離脱するっていうことが記載がね、されております。で、今後はね、どこに入るのかっていう話なんですけども、デルタ航空とかいるね、スカイチームに加入することがね、予定しているみたいなんですよね。で、このスカンジナビア航空っていうのはですね、このね、スタイランスができた時のね、初期の,あの航空会社の一つでもあってですね、確かスカンジナビア航空とタイ航空、エアカナダ、 え、ユナイテッド航空あともう一個どっかあった気がするんだけど、違ったかな。まあそういった感じで、えー、初期の設立のね、会社の一つである、今回ね、スカンジナビア航空がですね、 えー、スカイアランスね、脱退っていうふうになりますんで、まあ、今後ね、あのー、スカイチームの方にね、加入して、2年以内にはですね、こちらスカイアランスからね、離脱するっていうふうになりますんで、まあ、今現時点ですね、ANA マイルでこのスカンジナビア航空の特典航空券発券することができるとは思うんですけども、まあ、2年後にはですね、こちら利用することができなくなるっていうふうになりますんで、 まあちょっとね、残念ではありますけども、こういった発表がね、されてしまいましたんで、この点はね、ぜひ覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。もしね、ANA マイルで、スカンジナビア航空の飛行機を乗りたいって思ってる方はね、できるだけ早く発見していただいて、利用していただくのがね、いいのかな、なんていうふうに。 思います。まあ、今後ね、あの、スカンジナビア航空はスカイチームに入るっていう風になりますんで、まあ、もしかしたらですね、デルタのね、マイルで発見することができるかもしれないですね。ちょっとここら辺はね、今後どうなってくるかわかんないわけなんですけども、現時点ではですね、まあ、ひとまず離脱、スタイランス離脱、スカイチーム加盟っていうのはね、発表されておりますんで、この点は覚えておいていただきたいな、なんていう風に思います。 ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE、公式アカウントやっておりますので、ぜひね、チェックしていただると、とても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。